一回出ててください。一回出ててください。用意したものはダイソーのワイヤーネットを6個で、連結ジョイント、こちらもダイソーで、左のジョイントを最終的に10個必要でした。でホームセンターで打ち掛けと結束バンドを準備して、でこちらのペットマットは切り売りのもので、防臭効果もあります。で結束バンドは接続部分すべてに使いました。なったでしょう。で最終的に落ち着いたのがジョイント結束、ジョイントを全部ここに上と下につけることによって、すごいより頑丈な作りになりました。ね、向きこうやって寄りかかったりとかさしても全然倒れたりしないんだよね。ここを取るのがいちいち大変だから、扉みたいに開けるんじゃなくて、こうやって開けるのに最終的に落ち着きました。出てきたね、もぎちゃん。どうですか、お家の暮らし。これ回収したね。閉めるときはこうやってまあ、最近はねお昼寝とかお留守番以外はずっと外出てるから、ぐっすり眠る時とかこの中にいるんだよね。カムギの部屋だね。今はもう向こうの元々あったケージにはトイレの時以外は行かないで、ずっとここで寝るようになったんだよね。じゃあもうちょっとお昼寝しててね。12時過ぎたら昼ご飯食べようね。もうちょっと寝てってください。麦ちゃん、ソファーで眠くなっちゃったの。抱っこしに行くから待っててね。